本堂哲太郎は、KBC 九州朝日放送のアナウンサー。福岡県生まれ、長崎県出身。愛称は、近鉄。フリーアナウンサー、木原由かは元妻。福岡県福岡市東区加子で生まれ育ち、5歳児に、長崎県北松浦郡を自家町に転居。公式には、同庁出身としている。長崎県立、北松西高等学校から、 福岡大学法学部法律学科進学。高校時代には野球部に所属。大学卒業後の1995年にアナウンサーとしてテレビ愛媛へ入社。富士テレビ系列アナウンサー同期は伊藤俊弘、森昭一郎、菊間由紀の高木弘子。テレビ愛媛では目覚ましテレビのネット局中継などを担当していた。 2000年1月1日付で KBC へ移籍。スポーツアナウンサーとしての活動を開始した。同年5月には、初のプロ野球中継実況を担当。名前は、近鉄、ハートは大ーを、キャッチコピーとしていた。2001年からは、早朝の情報番組、朝です。の初代メインキャスターに就任した。 競馬が趣味で、KBC に移籍してからはラジオで、念願の競馬実況を担当している。また、競馬実況のベテランアナウンサーである、杉本清を、テレビ、愛媛在籍時代から信奉しており、当時関西テレビ富士テレビ系列で放送されていた、トンネルズのハンマープライスの番組内で、杉本清の競馬実況を横に座って聞ける権利を、落札したことがある。 2006年12月に朝ですのメインキャスターを交番2007年1月にアナウンス部から報道部へ移動し、報道部キャスターとしてスーパー J チャンネル九州沖縄と KBC ニュースピアのメインキャスターを草柳五道から引き継いだ。2012年12月末でスーパー J チャンネル九州沖縄と KBC ニュースピアのキャスターを降板。翌2013年1月にアナウンス部へ復帰し、旧来同様プロ野球などスポーツ中継を担当する。2014年には ABC が制作する全国高校野球選手権大会中継にテレビラジオ中継の実況アナウンサーとして派遣された。2017年11月15日、中島孝治の代打で、 KBC ラジオ、夕方じゃんじゃんでパーソナリティを、務めた際、同番組パーソナリティの小川明の企画により、本人の DJ ネームを募集したところ、DJ クロスワードですに確定した。2021年4月2日から朝です。ラジオの金曜日のパーソナリティとして起用。2006年12月に、テレビ版、朝です。のメインキャスター降板後14年強ぶりに、朝です。 絵の出演となる。ありがとうございます。